カクラ級潜水艦はインドネシア海軍が運用する通常動力型潜水艦の艦級。ドイツの HDW 社の209型潜水艦シリーズの一つである。インドネシア海軍はまず1959年にポーランドから613型潜水艦2隻を購入して潜水艦の運用に着手した。その後も追加購入が進められ、最終的には 予備部品用を含めて14隻を取得したが、設計の陳腐化に加えて、スハルト政権下で、インドネシアが西側諸国への接近を図ったこともあって、1972年には最初に取得した2隻を除籍するなど、運用は縮小されていった。その後、1977年4月2日に、西ドイツの輸出用潜水艦の購入契約が締結された。この契約では、 設計はインジェニエアコントリューベック。建造はホバルツベルケドイツ造船が担当し、フェロスタール社が販売代理店となっていた。これによって建造されたのが本級である。本級は209型潜水艦の設計を採用しており、排水量が1300トン級であることから209、1300型と称される。ソナーとしては、 STN はトラス社製のシェスマイナス3から2、統合ソナーとタレス社製のデュークスマイナス2、脅威受信機を備えていた。また武器完成システムとしては、タレス社のシンバズを搭載した。その後、2000年代中盤の近代化改装の際に、L マイナス3社のローパスマイナス8300ソナーに、完装された。艦首に 533mm 魚雷発射艦8門を、 備え、兵装としては、酢と療養魚雷14発を搭載できた。収益から10年に満たない1980年代後半に、早速大規模修理が行われ、かくらは1987年、ながらは1989年に工事を終えた。この修理が予想外に高価だったために、本級の追加建造は実現せず、 また当時計画されていたドイツ海軍中古の206型潜水艦の購入も撤回された。その後、1993年から1997年にかけて、カクラはインドネシアで近代化改装を行い、蓄電池を換装するとともに、魚雷発射式装置も更新した。また、ナンガラも1997年から1999年にかけて、 同様の改装を受けた。また2000年代には、大韓民国の大造船海洋において、大規模な近代化改装が行われた。これは、機関のオーバーホールと蓄電池の乾装さらにソナーも更新するものであった。しかしこのように改装が重ねられたにもかかわらず、2015年の時点で、全海軍年間は、これらの艦の運用状態は疑問であると記載していた。 2021年4月21日、インドネシア海軍は、ナンガラが、バリー海での魚雷実弾発射訓練で、失敗の報告をした後に消息を絶ったと発表した。インドネシア政府は、捜索班を出動させたと発表し、捜索にあたって、近隣国のシンガポール政府及び、オーストラリア政府に支援を要請した。ありがとうございます。